まあ、その辺はパシフィックリーグまだまだ面白い展開になっていくんじゃないでしょうか。さあ、それでは今日の大谷翔平のプロ初完封のゲームハイライトで振り返ることにいたしましょう。まあ、1回の表の大谷いきなりフォアボール2つでワンアウト1塁3塁ボークなんかもあったんですけど、これ浅村ピッチャーゴロに、これ大きかったですよね。これがもうすごい良かったですね、これと、まあ、今日の2つのダブルプレーというのは ね、はい、ですよね、非常に大きかったと思います、はい、立ち上がりの終盤ですもんね、はい、で1回の裏同じように2アウト満塁とチャンス、ここで近藤です。この辺りが1、2塁間を破りましたライトへのタイムリーヒット、両大間帰って牧田から1点を先制です。しかしその後佐藤は低めのボールで見逃しの三振で、牧田が2回から立ち直りました。3回の裏には大引き三振、西川も三振、中田もその後ファーストフライに打ち取るんですけど、あの非常に広いストライクゾーンをうまく生かして牧田投げてましたよね、はい、もう素晴らしかったと思いますね、はい、ナイスピッチング、ずっともう1安打ピッチングでした。で、大谷は4回の表浅村を落ちる球で三振、さらに秋山もこれ低めの落ちる球で三振です。まあ、この辺りは大谷らしい、まあ、速い球も生かしながらの変化球。5回の表2アウト1塁2塁で木村を迎えると、これ気合を入れたというあたりね。そうですね、158キロですね、はい、ですよね。ファーストゴロに打ち取りました。ただ追加点がなかなか奪えないファイターズ、6回の裏西川出るんですけど、中田のところでこれ牽制でタッチアウト。そうですね、嫌な感じになりましたけどね。ですよね。この後、まあ、中田のあたりもね、栗山にファインプレーだったりと、はい、そうなんですよね。これ結構栗山監督が抗議をするんですが、その後のこのあたり、あれよく取りましたよね。そうですね、最後こう伸びましたよね、はいはい、栗山のファインプレーもありました。この辺は非常に両チーム締まったゲームを展開しています。で、7回の裏2アウトから佐藤のあたり、ここですよね。これ風、まあ、でも浅村もこれよく言ってましたよね、言ってましたけどね、はい、で結果これがツーベースです。で、大野必死で行きましたという大野、なんとなく合ってなかったですから ね、はい、最後の1球だけセンターに持ってきまして2点目。ただその後2アウト満塁と攻めつけるんですけど、ここで得点圏打率の高い大引きはショートゴロ、牧田もよく踏ん張っていました。で、8回の表の大谷、ランナー1人出ますけど、この辺り木村をダブルプレーに打ち取ります。この8回のダブルプレーも大きかったです、 多かったですね、はい、で、2アウトランナーなしとなって、栗山のこの辺り、レフトは石川に変わってました。風もあって難しいところですけど、これよく取りました。大谷はマウンドでこれを石川帰ってくるの待ってました。で、8回の裏、その石川が歩いた後、飯山、この一打も本当に勝負を決定づける一打になりましたもん ね、 そうですね、今日の大谷の内容ならというところですね、はい、豊田からタイムリーツーベース、3対0としています。で、最後米のこれ、この辺り飯山のこの動き、本当にあのバックにも助けられたと大谷言ってましたけど、本当に今のプレーなんか象徴するような ね、 そうですね、感じですよね、はい、まあ、でも今日はあの両チームともにね、はい、あのゲーム前にね、風の影響、はい、土のグラウンドの話しましたけども、はい、内野手外野手ともにね、締まったプレー多かったですよね、